こんにちは。札幌在住、ガーデニング初心者のエリコです。今年、2020年からガーデニングに興味を持ち始め、宿根草の苗を買ってお庭に植えたり、まあ、マリーゴールド、コスモス、千日光、デルフィニウムなんかの種をまいて育てたりしています。わ、えー、からないことだらけなんですけど、自分のための園芸日記、記録として動画を作成していきたいと思います。この動画が、 誰かの少しでもお役に立てると、まあ、幸いなんですけれどもまずは楽しく続けていくことを目標にしたいです、えー、さて画面に映っているのはお花の種、えー、ガーデンショップアイビーさんのネットショップで購入しました左からサルビアデルフィニウムコーンフラワーカレンデュラグラスペリアグラボーサ のパッケージになっていますグラスペリア以外は輸入種子なんですけどその花の,、まあその種類のですね一般的な育て方の説明書をこう日本語でこのようにつけてくださっているので大変にありがたいです。でこの輸入種子なんですけど結構このサルビア見えるか 100種が100個ぐらい平均で100個ぐらい入っているこれもそうですね100個ぐらい入っていてこのコーンフラワーは2 0 0百シーズって下の方に書いてますねでこのカレンディラは80シーズ八80粒種が入ってますでこちらはまあ日本 日本製というか日本の滝種苗さんのもので割とホームセンターとかでも買えると思うんですけど特に日本そうですねこのこの袋で育つ苗の本数およそ5本って書いてあって種が何粒入ってるよっててていいいるようのは書いてないですね一応あのこれは2パック購入しました。 えそれぞれの、まあ、特に輸入趣旨なんですけど、これの説明動画というかパッケージ、何が書いてあるよとか、種がどんな形だよっていうようなものは後日アップしたいと思っています。輸入趣旨に興味がある方はそちらもぜひご覧ください。では今日はこの辺で。See you!